ロボママとロボパパです。はい、皆さんロボットゲームズ知ってるでしょうか？チャンネル登録してる方、はーい。というわけでロボットゲームズでいつもしている青鬼オンラインを今日は2人でやりたいと思います。ぜひ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 ロボットゲームズチャンネル登録よろしくお願いします。はい、じゃあ早速今青鬼オンラインでは裏ステージって前あったんやし、知ってる？知ってる。裏ステージってあの青逃げって言ったらこの一番になることね、一番最後まで残った一人が青逃げなんだけど、まあ鬼ごっこみたいなのかな。そうそうそう、で最後に残ったら青逃げできる。そうそうそう、で青逃げした人がその裏ステージって言って裏のステージに一人だけ青逃げした人が挑むことができます、まあ、それは前からあったんだけど、今最近その裏ステージをクリアするとさらにその裏のステージに行けるというね。なるほどなるほど。もう超難易度が高くなって、うん、楽勝ですね、バリエーションが変わっております。はい、余裕ですね、はい、それを目指したいと思います。はい、わかりました。じゃあとりあえずはい、行けますねパパから、はい、ランダムマッチやりたいと思います、はい、パパはね、慣れてるから、うん、まあロボットゲームズで結構お父さんはやってるんでいけるかなと思うんですけど、プレイヤーって言ったらこの SS ランクとかはだいたいみんなあの人間があのインターネット上でやってる人が多いんですけど、この A とか B ランクはボットって言って多分コンピューターかな、コンピューターが多いってこと。多いコンピューターはすぐにやられたりするんだけど、プレイヤーは結構やっぱ人が動かしてるんで逃げます。僕も逃げます。はい、まあ、青逃げしてくださいね、うん、もうずっとやってるからね、ロッパパは、うん、絶対もうほらみんな裏裏ステージ、うん、裏裏ステージって書いてある。え、なんなん一等ってこと、うん、名前をね、裏裏ステージ、あ、名前をね、これ名前書いたらなんかあるんやろか、裏技みたいなの。ちょっとそれもやってみて、うん、あ、ちなみにこのケルベロス、これも限定スキンです。すごいのに、ね、一人だけ強そうやろちょっと見てないね、えらいことになった招き猫も持ってます。これも限定スキンね。裏ステージをクリアして宝箱が3つ置いてあるんだけど、クリアしたところにそこからごくたまにこの招き猫スキンっていうのが手に入る。来た、ひひひ、青鬼、今のが青鬼ね。え、ロボットチャンネルでこのゲームするのは初めてか。ちょ、やったことあるよね。ある、やったことあるけど、やったことあるね。あ、毒来てる。だいぶ。ほら、上が毒に侵されるの、これね、うん。これ入るとカウントダウンが始まって、ゼロになると死んでしまう。おお青鬼3体まで出るから、今のドーンっていうのは多分2体目の青鬼が出てきたから。やばい、フワッティや。あれフワッティっていう青鬼の種類なんだけど、動きが早い。あー、めっちゃおるでした。来た、こいつがおるときはちょっと逃げないといけない。来そうやな。ちょっと待って、次はどっちかに逃げないといけない、さすがに。え、どっちか、あ、こっちかい、こっちかーい。もうなんか、あ、やばいやばい、もう無理だ。うわー、どう、すごいやろ、逃げた。あー、すごいやろ、どうや、どうや、危ない、やられたかと思ったら、これまだおるん。え、でもどっちから来るか分からへん。どっちや、生存者あと3人。もうええわ、ここで我慢するわ。え、でもあかんや、無理やん、あと2人や。あ、2人、あ、やった、青逃げした。危ねー危なー。
はい、見事青逃げしました。今の見た結構なあれ、技やったで、うん、技というか避け方やったと思う。はい、これ裏ステージです。めっちゃやっとんのがもう分かるな。これをクリアしたら次の裏裏ステージになります、はい、とりあえず挑戦します。はい、緑地ホラーこれ、あ、出たー、すぐ始まる。じゃあこれが裏ステージです。いや、もうきっとクリアしてくれるに違いません。ちょっと難しいんやで、これ結構意外と。おー、よいしょー、こういう感じで避けていきます。え、あ、見てなかったよ、感じ。いやいや、見とったんやけど、ある程度あの何、当たる範囲と当たらん範囲があんねんよ。いけると思ったら死んでしまいました。残念。今のステージはクリアできたんやけどな。これでさ、残念。ロボットゲームズチャンネル登録しようって思う？いや、思う。え？もう初めの技で見たやろ、あの、かいくぐってかいくぐって青に3体に追われながら。なんかスペシャル技や。押すぜ。うん、ランダマッチスタート。はい、じゃあ来ましたよ、ロボも。お、結構ゾウスキンもレアやから、結構やっとる人おんじゃん、ほら。ランクで大体わかるから、やり込んだら。レベル60とかね。これすごいで。レベル60はめっちゃやっとる。このパパの、この端末でも、レベル52とかやから、うん、結構やってる、52やから。それ以上の人がおるってことは結構、うまい。うまい。あ、もう始まった。これは日本列島のステージだね。え、何それ。九州。ここ九州。いや、じゃあ、それは、ここ九州。ここ九州。ここ九州。面白いね。いろいろステージがあって面白いね。え、人差し指でやるのがちょっと、まずあれ。え、もうどうやってするのかもう忘れてる。いや、もう、あの、宝箱取られとうから。そう、行き止まり、そうそうそう。そのトロッコに電車に乗ってさ、移動できるから。え、電車がどこにあるの？あ、来た来た。でもそれ10秒間待たなかった。え、そうだ。誰かが使った後10秒間待たなかった。ね、下からしか乗られへん。え、まあ言うてよ、先に。いや、もう。ええ、ワンプッシュでいける。ワンプッシュでいける。うん。お、すごい、すごい、すごい。乗れるやん、それ。まあ乗ったから何なのかちょっとよくわかんない。あ、それで乗ったらあかんもん。え、下にまた戻るだけや。え、っていうかさ、どこにおったらええとかある、うん、いや、特にわからへん。ない、わからへん。あ、乗ってもた、乗ってもた、乗ってもた。どこから毒霧が来るかやな。勝手に乗ってもたんやけど。このケーキは？ケーキは敵じゃない。味方というか、味方でもないから。違うや。それ、ロッカーあるやん。ロッカーなんなんこれ。ロッカー入っとった。ロッカーの上にあるのはなんなんこれ。一切関係ない。関係ないんだ、うん。とりあえず、本州行こうか、本州。本州どこにあるの？これはこの上行けるん。行かれへんの？上行けるよ。行けるん、これ、うん。海じゃない。うん、違う。ほんで、横行かんと。本州、そっちが本州。やっぱガスマスクを取っとかなあかんもんな。いや、まあその前にやられるかもしれない。あ、混乱してもだけど。うん、まあとりあえずじっとしてて。いや、混乱しとっても別に問題ないで。逆にやるだけやから。やつやけど、パニック取ったらさ。いや、違う。それが一番怖いのは、うん、あ、急に変わった時やろ、戻った時。青に追われとって、急に元に戻る時がある。ちょっと上行ってよ、上。あ、うん。どこから来た？あ、四国や。四国におるから大丈夫。こっちまではまだコーヒー。お、スケート取った。普通に戻った。四国って、これ乗って。え、どれ、これ、それそれそれ。あ、ほら、上行った。え、あ、上。あー、あー、なんで下行った、なんで下行った。今見た、ほら、何よ、この人、この人、これがやりたかったんや。何これ、海におんねん。なんで海に。このステージ、裏技があって、うん、このトロッコに、今乗ろうとしとったトロッコに乗ったら、うん、海に行けんの。あ、そうな。うん、海に行ったら無敵やで、ほら。え、ずっとそこ乗ったやん。この人無敵や、今。裏裏ずっとそこ乗ったやん。さん、ただ、うん、毒霧にやられる。あ、お父さん。戻ろうと思ったらすぐシュッと戻れる。いや、戻られへん。戻られへん。ロボババも2回ほどやったんやけど、うん、あの、毒霧で結局やられる。あ、そうな。うん、なんでそこ行くかやって言ったやん。ね、いや、面白い。最低。はい、28位でした。はい、はい、じゃあ次パパいきます。はい、
はい、リベンジしたいと思います。あ、これはみんなボットかな。ボットって機械かな、コンピューター。でも SS とかで、え、 SS おらへん、一番上の。これはあ、自分や、自分レベル52やね。ってことはどうなんやろうな。ボットの時は、うん、結構青逃げしやすいんやけど、うん、なんか最近よくわからへん、誰もおらへんのにあの青逃げできないっていう。え、で最後にやられた後に、なぜか違う人の名前が出てくる。よしよし、さあどこから出てくるかな。取られちゃった。まあ完全にこのステージは上に大きい牢屋があるんで、そこに隠れたいと思います。ここね、閉めとこう。でここで待機。お、ガスマスクゲット。まだ1体か、あと2体目がもうすぐ出るよ。2、1とか出た。とりあえずおとなしくしとこうがいいかな。こ、隠れとくわ。隠れと、隠れと、隠れとんやん。全然隠れてない。かっこいいやろ。ケルベロスってんやけど、うん、かっこいいやろ。めっちゃ目立つな、うん、一番目立つんじゃんこれ。ケルベロスあんまおらへんの周りに。うん、結構ケルベロス取るのに、うん、あのいろいろな条件をクリアしないといけなかったんで、うん、あんまり。来た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 ぞー。うわやばい。絶対にフワッティーを開け、こっちに来させたらダメだ。ということでここで毒切りもこうへんし、あと4、3。あ、何こいつ、レア鬼も出たな。2、やばいやばいやばい、狙われた。おー、青逃げ。よし、青逃げしました。はい、じゃあ行きます。はい、裏ステージ。あ、ここのステージはあの裏ステージも何種類かあって、うん、それこのステージは無理かな。マジで、マジでマジで無理。これね、携帯の難点として自分の指で見えない。いや、ほんまにこれで何度やられたか。まあさっきのもそうやけどさ。じゃあもうここはロボットチャンネルでクリアしましょう。まあ一言やからな。あー、やばいやばい、この先が分からへんねんな。どういうあれやったかな。はい、あ、あ、あ、なんで今の何やったんやろ。この最後、この下に見えてる氷をクリアしたら、この裏ステージはクリアやね。ああ、難しいわ。いや、裏ステージに挑まれへん。はい、じゃあ次。はい、じゃあ次、ママが。え、ママが、うん、最後やで。最後えん。言うよ。なんで最後やで。えん。頑張って。青逃げできるやろ。するで。うん、青逃げして。あの、まあ。余裕で青逃げがするで、うん。めっちゃ S とか SS とかおるけど。これはプレイヤー。みんな、上の方はみんなプレイヤー、20人ぐらいおるんじゃん、プレイヤー。プレイヤー20人に勝てるかな。楽勝やな。うん、どうやろう。お、同じステージ。よっしゃ。さっき、いや、よっしゃってさっきあかんかったよ。さっきのあの裏技使ったらええよ。いや、でも、ワク、いやー、ワクにやられる。ワンチャンあの、いけるんちゃうか。あれ、え、なにこれ。それゴール滑るから無理やで。あ、なんなん、でもこの人止まっとる。え、それは宝箱に当たったら止まれるやん。あ、来たい。え、やばいやばい、反対反対、おるやん。え、逃げな。あ、鬼乗ったやん。それは乗ったらあかんで。え、なんでよ。乗ったやん、乗ったやん。あー、行ってもた。え、危な。何が、もう一回乗って。今ちょっと裏技使いよったやろ。乗ったやん。ずれとったやろ。乗るね。いや、乗られへん。乗らへんやないやん。もう一回乗ってとかできへんやん。え、どっかおるやん。いや、おるよ、青鬼。やばいんやで、お母さん。何しとん。
ここ入れ替われへんの。行かれへん、行き止まりやん。やばい、青に来たらやられで。え、これ乗っとったらあかん、今青にしたいって。乗っとったらもうあかんの。乗っとったらやられへんけど、行った先に青にがおったらやられへん。困るやん。もう逃げな。え、青鬼って氷のところは、あ、の、それ、滑らへん、青鬼は。で、そこから離れたら。え、まあ、どうやって行くんやろか忘れたんやけど。下の方行けるやん。そこ北海道やから。北海道なの？うん。本州まで行かな。そう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 。そこが本州。こっちが本州？そうそう。でも、もう2体出とうから、そっちの方にもおる可能性ある。あー、やばいやばい、そいつだけはあかん。ちょっとロッカー入っときな。やられるで。いや、ロッカー入っとってもやられるけど。え？誰かに出されたら、その時点でアウト。だから海が安全やねんって。え、でもどこでやられるって、うん、運が良かったらみんなが先にやられてくれるから。海の生き方がもうすでに分かる。やばいで。あー、危ない危ない。他のやつが入る。大丈夫大丈夫。怖っ怖っ。完全に読まれとるやん。もうお前おるやろって信じられん。あー、おー、みんな骸骨2体が面白いな。逃げとうやん。どんどんやられるよ。あと18人やる。お、みんなほらほら、コンタツよコンタツよ。あー、びっくりした。またいた。もうええから、見とっても出えへんから。ちょっとあかんって、お母さん、ほんまに。何が出えへんから、俺どっか行ってよ。なんでずっとおる。なんでずっとおるん。そう、ちょっと一回出ようか。え、なんで出て、もう一回入って上向かないな。あ、もうでも毒来たやん、はい、逃げな。あ、毒ない、でないもんな、持ってないもんな、うん、いや、持ってないとかじゃなくて、もう持っとってもさ、時間が。あ、それ乗ったらあかんの。あ、それ乗った間は、毒も食らわへんねん。止まるんや、カウントが。そんな、ずっと乗っとったんや、うん。ずっと乗っとかれへん。一回乗ったら10秒待たなあかんし。お、お、やったやった。よし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 。え、乗ったか。もう乗ってもええけど、ほら、行き先にさ。え、おるか。行った先におるか。あと8人や、その辺やな。近づいたら狙われるで。あ、もうそこ最後やわ。もうどこに当たってでもいいから、ね、逃げなあかん。来るで、来るで、来たで。止まっとうで。止まっとう、止まっとう。あー、動きました。やべー、逃げろ逃げろ。死んじゃうやん。いやー、死んじゃうやん。あそこ、あそこ。あー、どこや、あそこ、どこや。残念ねー、最後。このことだけどな、あれは無理やわ。感染しようか。ほら、あれ、もうみんな死んじゃったかな。あ、おったんや、ここ、ほら。これが最後ちゃうかな。はーい。はい、というわけで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。はい。どうやった、久しぶりにやってみて。楽そうやったな。難しかったやろ。めっちゃ難しい。めっちゃ難しい。いや、めっちゃ難しい。単純なゲームであり、難しいんや。そうやな。更新もどんどんされるしな。そうそうそう。いろいろ結構激レアスキンをさ、この豚とかさ、取ってきたけど、むっちゃ難しいん。取るんかな。苦労しとんやで。でも、ケルベロスええな。うん、ケルベロスはかっこいいんや、これ。多分、今までで一番かっこいいんちゃう。かっこいい、うん。お気に入り。うん、お気に入りな。はい。というわけで皆さんね、ぜひぜひロボットゲームズ今すぐチャンネル登録して動画見てください。この動画少しでもよかったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくね。ロボットチャンネル、ツイッター、インスタ、TikTok もやってるのでフォローお願いします。バイバーイ。